大阪府立角間スポーツセンターは大阪府角間市にある多目的アリーナである。施設は大阪府が所有し、o g ズ関電 FA パティネレジャー角間 SC 共同事業体、OG スポーツ、関電ファシリティーズ、パティネレジャーが指定管理者として運営管理を行っている。角間市に本社を置く東和薬品が命名権を取得しており、 2015年10月1日から、当は薬品ラクタブドームの愛称を用いている。1997年に開催された第52回国民体育大会のメイン会場として建設された。メインアリーナ、サブアリーナ、サブプールなどがあり、メインアリーナは、下記は国際公認50メートルコースや淡水路コースを保有する。水泳場、冬季は、 アイススケートリンクとして利用される。指定管理者は2020年3月まではオジインプ、ナミワやドーム共同事業体 OG スポーツ、MID ファシリティマネジメント、パティネレジャーであったが、2020年4月から o g ズ関電 FA パティネレジャーガドマ SC 共同事業体、OG スポーツ、関電ファシリティーズ、パティネレジャーとなっている。下記のほか 門間市立青少年運動広場、門間市立、テニスコートがある。1998年バレーボール世界選手権では、男子準決勝ラウンドの会場の一つになった。また、2003年ワールドカップバレーボールの女子大会日本戦のフィナーレ会場となった。2006年には、06総体座近畿の総合会開始機場となった。 2007年ワールドカップバレーボールの第2次ラウンド日本戦の会場となった。また、プロバスケットボールチームの大阪へベッサが2013年まで公式戦を開催していた。プロレス団体は主にサブアリーナを使用する。大阪プロレスは1999年にこのサブアリーナで旗揚げ戦を行った。ジャイアントババが 大阪で試合をした最後の場所もサブアリーナで1998年のことである。ババが戦ったのはこの時が最初で最後であった。新日本プロレスは過去にメインアリーナを使用していた。全日本大学ボクシング王座決定戦の会場として使用されたことがある。1996年の開館から波輪やドームの愛称が使用されてきた。 この愛称は1994年9月1日から10月31日まで国内外から一般公募で集まった6500通を超える応募の中から愛称選定委員会による審査によって決定し1995年1月4日に公表されたものである2015年7月大阪府教育委員会はネーミングライツパートナー企業の募集を行い 同29日に地元門真市に本社を置くジェネリック医薬品メーカーの東和薬品が命名権を取得した。契約金額は年間1000万円。愛称は東和薬品ラクタブドームで同年10月1日から2020年9月30日までの5年間使用され、その後2025年9月30日まで契約延長された。ラクタブは 東和薬品が開発した水なしでも服用できる高校内法会場を作る技術名称である。ありがとうございます。